やってきます意外と上手いでしょう。<laughs> というわけで今回、えー、懺悔室ということでえーとんでもなくうさんくさくしてくれっていう依頼をしまして今回の悠也はこんな感じでございますはいよお祈りをさすぎまみしわおいしわしわしわ 今回またね、ワールド一から作っていただきました。こちらでございます。俺も VR で入るのは初めて。この教会で私はあなたたちの罪、恥から恥まで全てを許します。ミュージックサト。さて、迷い人たちを ここにお呼びください。皆様。どう,うどうぞいらっしゃいました。さて、今回の、えー、配信では、聞けー聞け,ー聞けー私が全てを許す配信といたしまして、この教会をオープンいたしました。事前に、 許して欲しいことを募集し、私が選んだ40人の選抜メンバーでございます。しかし今回の配信、何か面白くしようとか考えなくていいです。悩み、怒り、そして許して欲しいこと、それを私に打ち上げてください。すべて私が許します。アーメン。アーメン。アメ。アメ。スタンミージャパンということを今日は忘れて、神父でございます。その通り。その通りです。

小学生の時に夏休みの課題を移したことがありまして、はいはい、それが許されるかどうかお願いしたいんですけどなるほどその時罪の意識はありましたかや,やってはいけないことだと分かってましたがやってしまいましたそうですねまあ次からはちゃんと自分の力でやりたいなってあ,あえ <laughs> アーメンテーシッにファッケーあまレなバカロー <laughs> 落とされる可能性があるということは覚えてけ。分かったな。<laughs> 次の方どうぞ。<laughs> いらっしゃいませ。 あなたの悩み、怒り、そして許してほしいことを話してくださいあの大学時代、あの私の友人二人の手と手を接着剤でくっつけてしまった罪を懺悔しに参りました。なるほど。す,す,すなわち、はい、手と手をくっつける祈りというわけですよね。はい、うと捉えられても、りませんあなたを許しましょう。

見えますかね。ちょっと待ってくださいね。<laughs> うわ全然違う方向性が。可愛 <laughs> い,い。<laughs> そんな活動してるんですね。ううのその時も、まあ、こういうスカート系の衣装だったんですね。はい、特に撮影中、あの、問題なく進んで、世に出たものも特に何もなかったんですけど。はい、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 はい。撮影が終わった後に、遊びに行った時に、気づいたんです。はい。撮影中。 パンツを履いてなかったんです <laughs> ちょっと待ってくださいえっとこの世界でパンツを履いてないとどうなってしまうんですかどういうことになってしまうの物によってはああのま人間と同じで、ま、嘘だろ嘘だろ人間と同じで <laughs> そう、そうなんです <laughs> そりゃ詰み深いこれは全年齢性のゲームなんでね 罪深い行為そして人の性癖をねじ曲げる行為として今回私は燃やさせていただきましたアメンやばいわはじめましてではちょっと懺悔を始める前になんですけども、はい、神父様なりきりチャットの文化は ご存知でしょうか知らない知らない何いわゆるアニメのキャラクターとかそういったキャラクターになりきってチャットをする文化なんですよええなるほどねあ,あチャットの RP だでそのなりきりチャットというものが 私にとってはもう青春だったんですよおお、なるほどまあなりきれチャットを続けていますとやっぱ VR チャットと同じで仲がいい人ができるんですね、うん、そのうちあのー、好きな人ができちゃったんですよその中の人にも好きになったのかな <laughs> りきってるキャラが好きになったのかそれはどっちやの俺ちょっと分かんないから教えてほしいんだけどもう両方なんですよああ、そうなんだ <laughs> ではその恋もなんと実りまして、実るんだね、はい。毎日がそう、パラダイスだったんですよ、本当に。はい、でも、その思い人がご友人が多い方で、<う>とっても嫉妬したんです。<laughs> なんで私以外と話してるのみたいな。ああ、私はあなただけなのってやつだね。そう,そ,うそ,うそうです、そうです、そうです。はい。で自作自演を ししてしまったんですなんん自自作人どんな自作どなすんの成りきりキャラクターをしてるアカウントとは別にもう一個違うキャラクターのなりきりを作ってああああ自分と自分で話してああ <laughs> 自分と自分でなりきりチャットをしながら話すんだそんなことをしてあの振られました。 <laughs> バレたんだバレてないんですけどなんかこう苦しい私がまあそうだな、はい、そうだなでも青春だったんだろ、はい、いやわかるよ青春でした俺も引きこもりだからね分かんだよ許そうそ<れ>俺はそれは許すよあなた,た許すよ フィットしちゃうな俺ももともとメンヘラだから最近来た人にはまた今度俺の恋愛話をしてあげよう引きこもり金なしオタクメンヘラだった時の話を君たちえ次の方どうぞあそこだ<え>こんばんは聞こえてますよすかしんぷさ聞こえてますよ現在ツイッ t c にて配信させていただいてるんですけどうわ配信者ですよね 同業者だ配信したてのまあ、1年前くらいですかね？はい、ちょっと走り出しが猫かぶりすぎてスタートしてしまったことを謝罪しに参りました。ちょっといいですか？あなた今猫かぶってないですか？<laughs> あなた今それは猫かぶっていないんですか？いや,いや誰だって電話出るときこれ変わりますよね。そうか、<laughs> そうか。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 いいですよ。<laughs> で,大阪育ちなんですね、うんで、決して治安がいいわけじゃないのに、うん、インターネットくらい可愛い,いふわふわ系っていうのを目指してなんですけどそんな愚かなねことは2週間ともたずにすぐすが出てしまいまして「うん、バロラント」とかを配信させていただいてるんですけど、うん、角待ちでショットガンとかされた時に流れるようにしねって出てしまったりとか <laughs> トイレ行く時もお花見ってん ね、とか言いたかったんですけど「うん、あのちょごめん暴行パンパイからおしっこしてくれわ」とか配信で言っちゃう <laughs> <laughs> ようになってて <laughs> ほんであの配信始めた初日に「絶対のビデオ」って言って3名の方がフォローしてくださったんですけど。 3週間くらいを境に泡吹いて倒れてお死にになさったのであの今現在見てくださってる方はまた違う属性の方でいらっしゃる方です、ね。まあそうだね。最初の方々にちょっと申し訳ないなって気持ちとこっちが本物なんで今後もチンチンやらおしっこやら言いたいです、うん、ということを懺悔しに参りました、うんうん。なるほどですね。あなたが今後も猫をかぶって配信をしたいっていうのだったら私は今落としてました。私自身をさらけ出して私の好きな人ついてこいという。 そういうスタイルで今後配信していきたいというわけですよね。そうです。ですはい。それはね、配信にとって一番大切なこと。我々は4時間とか5時間とか生配信をするわけですよ。砂自分っていうのがどんどん出ていっちゃうんですね。作ってもね、もう無理なんですよ。楽しいことをしてない時なんて一番そう。楽しいことをして好きなことをして配信活動を続ける。 そうしたらおのずとファンはついてきます私はそう信じて今配信活動を続けておりますお互いに配信を頑張りましょうでも強豪なのでさようなら私以外の配信者全員死にますようにアーメンちょっと待ってくださいそれはバグですかそれとも両腕がないかな 両腕がありませんあそうですかスタミさんケンタウロスは好きですか <laughs> 考えたことないですねケンタウロス下半身が馬で上半身が人間のケンタウロスかっこいいですよね <laughs> 僕はどうでしょうか下半身が人間で上半身が馬これをケンタウロスと呼ぶのでしょうか <laughs>

興味本位で半年間かけ少しずつ上げました。<laughs> これランチューって金魚だよな。はい。<laughs> お前行かれてるな。半年後、そのランチューという金魚は明らかにブヨブヨになってしまいました。昼夜 <laughs> の残念そうな顔が今でも忘れません。<laughs> <laughs> <laughs> お父さん、ごめんなさい。<laughs> その金魚、多分、僕のせいです。<laughs> お前、多分じゃねえ。おおお母さんが買ってくれたプロテイン、<laughs> ほとんど金魚が飲んでます。<laughs> お前、罪深い男だな。いや、でもな、はい、タロスケン、お前みたいな好奇心っていうのが、はい この世を逸し,したその思考っていうのがこの VR チャットという世界に迷りてタウルスケンを生み出したそれはその幼少期の頃のお前の発想のおかげなんじゃないかあなたを許しましょうは<ー> <laughs> じめまして 私が犯した罪は VR チャットを始めてまあ2週間ちょっとしかってないんおっ2週間ですね。VR チャットでの文化というものに興味を持ちましてお砂糖という文化ございますよ、ね。まあ出ましたね。出会いから引かれていた人にお砂糖になりませんかと聞いてみたんです。はい。結果は惨敗でした。なるほど。よどみが残る結果となりまして <laughs> VR チャット怖いです。 <laughs> なるほどお前始めた時が不純すぎたんだよお前は VR チャットに興味を持っていない <laughs> VR チャットじゃなくてももはやもはやお前いいんだと思うお砂糖を作ることに興味があったんだなお前は不純だよでもな不純になってるのはパーになればいいんだよお前は VR チャットの中のこの一ユーザーになったしな <laughs> またちょっと諦めずにお砂糖探してみてくれ お誘いになりませんかっていうもん、その誘い文句が俺はよくないと思うぞ。直接的な誘い方するともう断られちゃうから。<laughs> もうちょっと前だ。落ちねえだ、お前、落ちろん。落ちない、落ちない。なんか落ちないぞ。なんで落ちないだもん、挟まってんのか。あ、い,たい,たい,たいた、ちい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 。おーい、鳥さんだ。はじめまして。こんばんは。こんばんは。 はじめまして,はじめましてマイクの音質が悪いなすがませいな。トランシーバーで音いが <laughs> トランシーバーなんだ <laughs>、えー。私が犯かした罪は、はい、部屋が楽すぎて母親が全息になってしまったことです。<laughs> そんなレベルめんどくさがりかの大雑把な性格でございまして、気づいたら周りにゴミがそのお風呂はどうですか お風呂はちゃんとです入ってますあお風呂は入ってんの珍しいねなんでゴミは捨てられないんだろうねなんでなんだろうねいや私は本当に分からなくてはいほら燃やしてるからそこに立てさよならーさようならーおーーーーーすごい派手なのが来たなおおよく来たな おここ教会だぞ気をつけろ僕の許してほしいことはいろんなパブリックのワールドでちょっとパリピ法っていう結構ド派手なエフェクトをぶっ放しまくっててへえ<ー>そこでまぁちょっといろんな人にブロックされまくっちゃってて今はもうやってないんですけどうんちょっとまあ前のちょっとうるさいうるさい迷惑いた方にはちょっと本当に謝りたいと思ってああじゃあ今はお前反省してるんだな前の話を聞かせてほしいんだけど なぜ、パリピ法だってその、はい。視界ジャックみたいなことをしたくなるの動機は何に仕事とかのストレスで結構溜まってて、そのストレスをやっぱすごいぶっぱらしたくなる、なってああ、そうなんだ。あなたを許しましょう。ありがとうよっしゃ。えぇー。え最初に燃やされた人がかわいそう。あめん。次の方どうぞ。 早くしろ。すみません。もうせいぞ。<laughs> すみません。私は配信者として一応。六年ぐらい活動してる。ゆめりれゆって言います。六 <laughs>、はい、年間とはなかなか長いですね。もうすぐデビュー二年になります。お。というと。数年に何があったのか懺悔しに来ました。ああ、そうなんですね。ちょっとお話を聞かせてください。 最初個人税 VTuber として活動していました<お>ですが突如企業 VTuber になりたいって思ったんです<い>そんな時とある企業からスカウトされて<お>私はその時のファンを捨てて喜んで転生してしまいました <laughs> しかしその企業での活動はプロデューサーのやらかしで3ヶ月でプロジェクト終了契約も終了してしまいました <laughs> <laughs> 私のファンは思うととずっとみんな優しいですくななります、はい、あの時もファンはみんな優しくて活動も楽しくてこうやって最終的に個人勢になってるなら最初の子でコツコツ頑張り続けた方が良かった、はい、目先の数字や野望に手を気を取られて周りが見えてなかった自分は愚かだと。 思います。俺の知り合いの v イチューバーとかに聞けないんだけどさ。はい、転生とかする時ってさ。はい、個人 V をしてた時のリスナーさんたちは見つけて、また次の時時に。応援してくれんの。してくれる場合もあれば、反転する場合もあるんじゃないでしょうか。なるほどね。で、今、2周年続いたってことはどうですか。個人 v イチューバーは。楽しく毎日を過ごせていますか。はい、はい、でも。<ん>私。 たぶん企業所属になります <laughs> <laughs> 許せませんねこれはわ！<laughs> 後ろからなんかついてきてるよこれなに、まあ、これうちのペットのフカヒレです <laughs> フカヒレめちゃめちゃ可愛いな自分は神父様の先端酒場という動画を見て アチャットの世界にやってまいりました<あ>そしてパブリックで自分好みのお姉さんを見つけて近くによって「お姉さん僕のママになってくれませんか?」と <laughs> 様々な方にセクハラーをしてしまいましたそうか、ママになってくれる人いなかったのか絶賛探してますそうかお前はママが欲しくて VR チャットの世界に来,て来たんだろ もっと話しかけろよそうだろこの世界にはママになりたい人もたくさんいるんだよお前みたら存在が助かるんだよ需要と供給なんだよママを見つけるっていう行為自体が、この VR チャットを救ってるってことに気づいてくれ許す許す今後もママを見つけてくださいアーメン。ーメン次の方どうぞ。フカヒレがずっと迷子になってます。 気持ち悪いはい、はい、こんばんは。こんばんは私の悩みは3ヶ月間ヒロイガで海外旅行をしてたことをです。ディスコードとかで仲良くなった人に海外の写真を送って電車乗ったりご飯食べたりとか <laughs> 飛行機乗ったりとかを全部ヒロイガでやって3ヶ月間世界中回って日本に帰ってきました。うん それ日本に帰ってきたっていうかえ、大虚言ってことでしょそ,そうですね。<laughs> そのその行為をする意味っていうのは何なんだその,そのみんなが自分の嘘に騙されているのが気持ちよくてやめれなくて <laughs> でももうは <laughs> 反省してるんです本当に。一番良かったのメキシコで車線管理してる話したらみんな喜んでました。<laughs> えー <laughs> はじめまして4年前に VLC を始めたんですけど、うん、とある行いをしてしまって被害者が400人以上を作る、うん、大惨事を起こしてしまって、うん、いろんな人からテロリストや悪魔と呼ばれるようになってしまいましたそうか悪魔がここに来てしまったか。 アイテムを購入するときギフト欄っていうものがあるのをご存知ですかわかりますよわかりますよ僕もねたまに使いますで、僕はあのエロいものが大好きでうん、僕もだえエロ布と呼ばれるものを300人400人以上に配り続けていやらしい布というかこさっき言わずマイクロビキニーバニーなんでもかんでも送り続けて購入金額が350万以上いっちゃってはぁ <laughs> このギフトっていうものが実装される前に、エロ布を見ていて、でも俺が着るのはちげえなっていう話で、うんえ、誰か着てくれねえか、でもそのアイテムを買わせるのは申し訳ねえっていうので、ずっとモンモンしてた時のギフト機能追加で、が外れましたね完全に <laughs> もうジャストマッチングやったの、タイミングが。<laughs> もう大量にエロ布が出ていて、もう止められないですね。<laughs> まあでも悪くない悪くない性欲の吐き出し方だと思うね罪を告白しに参りました何でしょうかフレンドさんがエロすぎて目の前にいるのにもかかわらずノーハンドで出てしまいましたああ <laughs> 信じがたい信じがたいんだけどそんなことありえるのかノーハントだとう <laughs> すげえのが来たお, <laughs> お名前聞かせててももらってもいいですかカルビちゃんですお前混ぜればいいってわけじゃねえんだぞ <laughs> 聞かしてくださいあなたの。 自分このワーミーソックっていうアバターをメインで改変していてタ、うんミさんが前サキバス酒場行った時にワーミーソックでサキバス改変したら面白いんじゃないかってそれはあ、はい、今あんのかはいありますチュ <laughs> です <laughs> じゃあでワーミーストックの他のパターン見せてもらっていいサキュバスの前にちょっとパターン見たいわちょっと待って近くいくねその人俺、ね、最近コラボしたわ <laughs> 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 これはいいなあ

あ、四ははずですね。なはずですねってこと。ルーレットなんで。<laughs> ルーレットなんで。何 <laughs> <laughs>、ま、<laughs> れ二だ。二ですね。当たりですね。大当たり。<laughs> 何機種の。大当たり。パチパチじゃんねえよ。じゃあちょっと見せてもらっていいですか。はい。 サキュバス。あ、わ、わかりました。あ、やばいかもしれない。や、ゆれ、揺れてもらっていい、こうやって。揺れてもらっ。<laughs> 確かに、しだなぁ。<laughs> ありがとうございます。<laughs> <laughs> とんでもねえバカンじゃんこいつ上物こんにちは,こんにちは最近リアルで出演したんですよ。はい、うん5ヶ月ぐらい前に付き合い始めて、ちょっとやっぱお互いの価値観の違いとか、と違うことがどうしても多くて、夏休みの終わりぐらいにまあ別れを切りとされまして、 その価値観のすれ違いの内容が元彼がいたんですよ彼女にその人がだいぶ結構見つ彼女に貢ぐタイプの人で付き合い始めの頃に、まあ、また友達ぐらいまでに戻ってまた見ついてもらおうかなみたいなことを言ってたんですよ彼女は <laughs> まあ結局俺に隠してその関係を戻してて、うん、別れを切り出された時は、まあ、最初は生成したなって思ったんですけど うん、日にちが経つにつれてどうしても楽しかったことばっか思い出してまだ好きなんですよね彼女のことうーんなるほどね男ってさそういう生き物なんだよね男って終わったり美化したがんだよそのことの嫌な面っていうのがたくさんあって別れるっていう決断を下したっていうストーリーをすっぽかして今いいところだけ美化しちゃってるからよりを戻したとしても同じことを繰り返すだけなんだよね だから俺は確実に次に行った方がいいと思う大切にされてない人と一緒にいる必要って全くなくてあなたのことを大切にしてくれる人って出てくるんだよねあなたがちゃんと恋愛を求めればね俺を信じてそういう人と巡り合ってください必ず見つかります強くいきましょう僕も強くいきますということで今までの記憶を全て消して次に行くということで焼却 <laughs> どうも !VTuber 準備中のニャロメシエスタです。ニャロメシエスタニャロメシ私は大学在学中にトスケベなマッサージ屋さんで働いていました。お詳しく聞けてな、はいいな。仕事が暇になると、うん、ポケモン GO のカメラ機能で、うん、ポケモンをお客さんに見立てた写真を撮って遊んだり。<ん>だちょっと待ってくれちょっと待ってくれもう一回話最初からしてもらっていいか<あ>あちょっと追いつけなくて。 トスケベのマスターズ屋さんで働いていて、うん、ああー理解できるよポケモン GO のカメラ機能でポケモンを客に見立てた写真を撮って遊んだりうんそれをツイッターに面白おかしくアップしていたらネイルを隠さなかったことが原因で <laughs> 匿名掲示板の住民に赤バレをしてスレッドを覆われさせたことが私の罪ですなるほどな人に言えない職業だったんで うん、話をとにかく誰かに聞いてほしい気持ちが肥大化してあ<ー> Twitter の公開アカウントで、うん、お客さんたちを嘲笑うような行為をしたっていう話だなそうですなるほどな大荒れするっていうのはさおい何時の客おじいちゃんって呼ばれてるぞみたいな <laughs> <laughs> 人にはね誰にでも承認欲求っていうものはあるんですよ僕にもあります承認欲求は。 しかしそれっていうのはコントロールしないといけませんあなた今 VTuber 用意中なんですよね、はい、今あなたは変わったと思いまてた自分が無職になりました VTuber っていうのは修羅の道だけどさ副業みたいなの始めないのか始めるつもりですそれは何のお仕事するんだ <laughs> えーっと走行作業です <laughs> 分かったじゃあその時に真っ最中を卒業してお前は改心をしたってことだなその時のお前は許そう人は誰にでも承認よってでもコントロールするということを学んだからないはいあやばい間違えたあ,あれあれはい次の方 <laughs> <え>どうもあの別の配信者さんのお名前出してしまうんですけどはい河川さんが ファイナルファンタジー14をやってたと思うんですけど、知っていますよその影響でプレイするしてくれる人が増えて嬉しいって、フレンドの配信者さんが加盟を受けまして、はい、ぜひ、その河川さんたちが普段やっているゲームをやってみたい、何かおすすめあるってツイートしてたのを見かけたので、はい。面白半分でロールを進めてしまったのが私の罪です。許してください <laughs> 次の方どうぞどうもどうもはじめましてまず私なんですけどもなんかやりたいことがあるとつい見切り発車で他人を巻き込んでやっちゃうところがあるんですうんうんスターミさんの配信や動画を見て、うん、VR チャット面白そうだなと思ってメタクエ3と「 買ったり、うん、フルスクラッチの 3D モデルを依頼しちゃったり <laughs> おーなるほど、うん、そのまんまもう VR チャットにドハマりしてしまったんですね素晴らしいですよ私その今彼氏と同棲生活をしておりましてあなるほど彼と一緒に過ごす時間がやっぱりどうしても減ってしまったんですねうーんちょうどスタミさんの配信や動画は彼と一緒に見て楽しんでいましてうんで彼も VR チャット楽しそうだって言ってたんですうん でも、デスクトップではやりたくないって言ってたんですね。うん。なので、私、つい最近、ヘッドマウントディスプレイをプレゼントしたんあら、高いのにすごいじゃないな。<laughs> で、まあ、一緒に遊びたいと言ったんですけども、かなり念を押して、ここ、このワールド行こう行こう行こう行こ,こうってしないと、1時間ぐらい一緒に遊んでくれるぐらいで、<laughs> あんまり遊んでくれないんですよね。うん。 あの彼も一緒に楽しんでくれると思ったのに、うん、私が突っ走りすぎてただけだったようで <laughs> うんなるほどでもあなたのねそのね思い立った時には行動に起こしてね何かをするっていうことは素晴らしいことですペース間違えちゃったっていうのは、うん、多分今後もねその今からでも修正は効くしついてくるような,なんか施策っていうのを諦めないで考えることが今後のあなたのためになるあなたのその性格って変えることはできない あなたのいいところだから。人を巻き込むことを諦めちゃうとこ、孤立しちゃったり、損するから、失敗してもいいから、たくさん人呼んでみな。バン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 って。そうするとね、ちょっとずつ誘い方が分かったりね、歩んでくる感じが分かってきたりするんだよ。はい。彼氏さんにもたくさんアタックしてみてください。はい。い天使なんで飛ばしてあげまーす。おめでとう。天使じゃないでーす。叫ーあ、天使じゃねえんだ。あ、はいはい。うわっ 失礼いたします。なるほど、グなんか仲間がたくさんいますね。うん,うん。銅像が。戻って戻ってもいい。僕は、あのー。昔から、肛門をいじるのが大好きな、あの、いわゆるアナリストっていうものなんです。<laughs> ちょっとっ <laughs>、えー。じゃ<ょ> <laughs>、待て、待て待て待て。肛門がいじるのが好きなアナリストだと言ったな。そうです。間違いありまち。ああ、オーケー、続けてくれ。中学三年の頃から目覚めたので。 いなええー、最近ちょっと飽きてきてしまいまして、それでちょっとしばらく苗気味だったんですね。うん。2か月前にオンライン飲み会があったんですね。うん。う男子しかいないんで、もうワ、わーわーって、もう一気に盛り上がって出ましたんですけど、うん。そこでちょっと舞い上がりすぎたときに、ふっとアイデアが思い浮かんだんです。うん。自分のケツの穴に調味料入れたらめちゃくちゃ面白いんじゃねって思って。うん。<laughs> それでですね。<laughs> あ,あ、この俺、一番最初に目に入ったのが、俺師匠をやったんですね。お、これいいやんって思いまして、えー。一気にね、あの、先端ごとぶち込みまして、一気にドビューって出してしまいました。<laughs> マッとサイエンティストだなお前。<laughs> <laughs> それ。<laughs> <laughs> <laughs> もう、あの、ジュージュじゃなくて、一気にボルテージがバゴーンってぶち下がって。<laughs> <laughs> ああ、ってやったら、あの、体力を感じるんです。<laughs> <laughs> ああ<ー>。<laughs> ちょっと聞いてられなかったんで音をさせていただきましたよ。次の方やどうもいやごもっともなんですけど普通の入試じゃなくて総合型選抜っていういわゆる英語入試で大学を受験するんですけど<ー> <laughs> 受験が編集の土曜だったんですよ。<laughs> うん、ちょうど8月の半ばくらいに VR チャットにどハマりしちゃって <laughs> うん勉強せずに当日になっちゃったんですよ <laughs> うん甘えてしまった自分を許せないという話がそうですねちょっと先生と親に、ね、なるほどななるほどなそのゲームの恐ろしいところだよねハマっちゃうとさそれしか考えれなくなっちゃうな 勉強ってさ、まあその大学受験っていうゴールがあるけどさ、絶対に蓄積されてるもんだなって俺思うのね。今後の人生ですごい大切だと思うんだよね。俺はそれはひしひしと感じててさ、もっと語彙力があってさ、大泉洋みたいに教員名許があってさ、言い回しとかがたくさんあったらもっとおもろくなったんじゃねえかなとか、すげえ思うのよ。でもお前はそういうところを勉強することによって一回クリアしちゃってるからさ、俺羨ましく思うよ。お前はその勉強したっていう線の時間があるからさ、 この天の合格した不合格したより勉強をたくさんしてその人間的に成長できたかどうかがめっちゃ財産だと思うよ。あと多分ね5年経ったら分かる。あのバカな配信者が言って,て,言ってたことなんかあんなこと言ってたなって。ゲーム封印します。ああ封印しろゲームはいつでも待ってずっと終わんねえこのゲームは大丈夫だ。はい。ああ覚悟決めて頑張ってこい行ってこいウ !VR チャット卒業それなら。 頑張っ今日ちょっととんでもない初心者を生み出しちゃってもうん、ボイチェンの初心者を初心者案内したんですよ JPT で。そし <laughs> <laughs> たらなんか1週間後にこう行方が途絶えちゃって、うん、半年ぐらい経って帰ってきて、うん、戻ってきたんだったら VR チャット楽しもうよって感じでそしたら急に「俺は女6人キープしてるから」 そのうちの一人にお前手出したんだ離れてくんないみたいなことを言われまして。おう、なるほど。なんなら、なぜかボイチェンが外れて、はい女の子だったんですよ、最初は。う <laughs> ん。前まで、その、おふくろ呼びだったんですよ。あまハおふくろって言われてんのうん。ああああ急に、あの、ゴミにレベルが下がっちゃって、うん<あ>。っていう、いろん化け物を生み出してしまった。<laughs> はい、そうです。 なるほどな。をを生み出してししししてまっったたこととちょっと懺悔しに、はいいい時間ぐらい話し合いをしたんですようん。そしたらなんかその「あるあるだったら俺お前のこと拳で解決できるのにな」とかも言い出しちゃって。<laughs> いるんだなそういうやつ。<laughs> 言い出しちゃって。せっかくその初心者を導くというのは素晴らしい行為なのにな。お前のまんまみがありすぎて反抗期が来ちゃったんじゃないかお前がまますぎたんだよそれは。そうすかね嘘だよ。お前子供ってのはそうなんだから。<laughs> で、それであなたは化け物を生み出してしまったと思って手放しちゃダメまだ来るんだから<や>あ,あ、母親ってありがたいもんなんだなって来る時に思う時が来るから、ね、引き続き初心者を引き連れてあげてください、はい、どんなに愛を持ってしてもね化け物が生まれちゃうんですよボドかっていう配信者を見るとね、わかると思いますよ <laughs> <laughs> ありがとうございますはいはい、次の方 あ、はい、よろしくお願いしますお<い>、えー、私は女性の不良を6年間続けた結果私の生理周期と身長と体重をすべてメモするおじさんを発生させてしまいました。<laughs> <laughs> 俺のって何 <laughs> ちょっと待ってバグってくれ。俺の生理周期ってなんだえっと私カレンダーに自分の生理周期をメモしておりまして<あ>何月の何日から何日まで<あ>ちょっと口調が強くなるんですよ。んちょっと待ってくれ。 一回座っていいか足腰がガクガクするぜ。はい、一旦それぜ。<laughs> 話を続けてくれ。その結果、おじさんを産んでしまって、その人から約20万円ほど貢がれていまして、生理の日になると、数千円ほど送られてくるっていう。<laughs> あなた、何年、6年やってたって言ったっけ普段はどんな感じなんだあ、そうなんだ。ボイチンをつけてて身振り手振りり手などでやっているんですけどうん。 会話だけで会話だけで20万までいけた会話だけでお前すげえな、はい、なんて言うんだろうそう,そういうのを作ったら本当にそうなっっちゃったの体に変化はないんですけどちょっと口調が荒くなるっていう。 <laughs> はい失礼しますお願いしますお,お願いしますお名前から聞いてよろしいでしょうか私えっ、ー、と成人向け漫画を書いております鈴上と申しますよ鈴上さん、えー、すっごいもう今アバターにも壁が出まくってますね <laughs> すごいありがとうございます私の罪はですねはいサキュバス酒場リリース、ね、というイベントがあるんですよ知ってますよそちらのイベントのですね <laughs> 成人向け 二次創作漫画を書いておりまして、おー、総販売数2000をえー、えー、いただきました。おー、2000本売れたのすげえな。そして VR チャットやったことない人から DM をいただきまして、はい、竹林坂って成人向けイベントなの？というのを誤解されてしまいまして<ー>。<laughs> なるほどね。番組させてください。なるほどな。あれは成人イベントではないのにってことか。あれはね。 成人向けコンテンツじゃないのに成人向けコンテンツよりもエロいんですよ。やっぱ着てる方がエロいので。<laughs> でもそれはちょっとね、とセットを守って、はい、ニ創作続けてみてください。頑張ってください。頑張りますようこそいらっしゃいました。ししアーメン。アーメン。え先んじて一つ、神父様に一つ感謝させていただきたいことがございます。はい。 新規ユーザーの方々がたくさん増えまして、その新規さんたちのおかげでフレンドがたくさん増えました。ありがとうございます。ああ、いえいえいえ、僕だけの力ではないと思っております。えー、っとね、まあ、結構僕の力です。えーっと、私は1対1会話する渚というワールドにて、はい、初心者にセクハラをしました。はい。始めたての方も初めて1日2日の方、うん、初期設定の方を教えるとともに雑談をしておりまして。うん で、その時にアバターの説明をする際女の子アバターにならないかっていうお話をした時になってみたいですっていう話だったのでサンプルをアバタークローンさせてあげたんですけどもその初心者の方がすぐ自分自身の胸を触って「おおこれが!」と言われたんですよ。うん、で、僕それを聞いて行くしかない と思いましてうん、うん、今私が着てる子はまた胸の下部の方ちょっと露出が多いんですけれども、うん、ちょっとこの下部の部分を相手の顔に押し付けたり、うん、人差し指で触ってみないなど誘惑してしまい、うんえー、初心者の方をちょっとよくない道の方に進んでしまったなとあら,あらはいでその初心者さんなんですけれども、えー、神父様もご存知の方であのおとじゃさんはいほんと楽しかったです <laughs> あれね、その話ね、聞きましたよ。聞きましたかはい、じ々にね、彼から聞きましてですね、あ,あの、乙屋さんは配信外でもかなり VR チャットをしてるんです。ですね、渚にいる中で、胸が出ている人と出会って、胸を触ってみないって言われるから、いや、これが VR チャットなのかと。で、これでなんか俺が恥ずかしがったりしたら負けたなと思っても、なされるがままに俺はやったよっていう。 話をしししていいらっしゃいましたでもね<あ>あ彼は何も何か嫌悪感とかは示していなかったので、はい、ご安心ください本当ですかありがとうございます、はい、あなたはいいことをしましたあなたのその行為っていうのが、はい、彼を VR チャットの沼に引きずり下ろしたかもしれないし音じゃさんの VR 人生の大きな分岐点の一個となっ,となってると思いますよほどほどにとは言っておきますが今後もそういう活動は僕は支持しておりますありがとうございます どうぞ。はい。<と>これは僕が半年前の打ち上げで飲みに行った時の話なんですけど。はい。お酒飲むパーティーみたいなのをしたんですよね。うん。その中に、まあ、中国人の女の子がいて。うん。かんざしみたいなのをつけてたんですよね。うん。そのかんざし見せてよって言って、そのかんざしを、こうもらった時に。まあ、僕がちょっと呼ばれて、そのままポケットにすって入れて、そのまま向こう行っちゃったんですよね。うん。うん 気づいたら、うん、かんざしをそのままパックったまんまでであっ人のものを盗むことは決して許されることではありません死になさいこんにちはこんにちはどうもいらっしゃいましたね学生なんですけどはい気づきもらうお小遣いがちょっとなんか自分からしたら少なくてうん それで困って家の棚を物色してたんですうん帰っちゃいましたあっ人のものを盗む人間許されるわけはありません必ず地獄で罪を償っていてくださいはじめましてはじめましてどうもちょっと重たい話になるんですけど大丈夫ですかどうぞいいですよちょっとじゃあ座っちゃおうかなはい聞こしてくださいよ <laughs> 亡くくななったたた兄に謝りたくて来ましたおーなるほどどんな許してほしいことがあるんだバイクの事故で亡くなったんです。うん、その日の家,家には自分と兄の2人でいたんですけど、うん、自分にはご飯が準備されていたんですが、うん、兄は親と出かける予定だったんで、うん、ご飯がなくて、うん、お昼ご飯を買いにコンビニ行こうとしてたんですよ。うん、コンビニ行く前に自分の部屋に来て。 ご飯食べたがと聞きに聞かれたんです。うん。自分は食べたと言って、兄は分かったと一言だけ言ってコンビニに向かったんですよ。うん。でなくなってしまったんですけど、うん。出かける前に自分が気をつけてとか、うん、ご飯自分が食べてないで兄が食べていたらなと思うと、うん。うんうん、ものすごく謝りたい気持ちになっちゃうんですよね。なるほどな。でもその日常の中でね。 それを意識するっていうのはね、めちゃめちちゃゃ難しいことだよ。逆にさ代償はとんでもなくでかいけどさこの出来事によってさお前は今後できる友達とかさ家庭を持ってさ奥さんができてさ子供ができてさ気をつけてって言える人になったじゃんね。そうですね「ありがとう」と「気をつけて」は。 あとととおはよよううかちゃんと言でもそれを言うようになったっていうのは人っていうのは簡単に死ぬんだなっていうことが分かったっていうのと死んでしまうと思って接した方がいいっていうことを今回学べたじゃん。これめちゃめちゃ残酷な話なんだけど兄が死んでいなかった世界線が存在したとしようそうしたら気をつけて「ありがとう」はい「おはよう」とかが言えないお前が生まれてたかもしんないじゃん。 そうしたらさ未来のお前の子供に気をつけてって言えないでさお前の子供が死んでたかもしんないよねお兄ちゃんがお前に与えてくれたことってたくさんあるわけそのお前の人格を形成したのはお兄ちゃんであり将来のお前のお子さんを守ったのは奥さんを守ったのは大切な友達を守ったのは命をなくしたお兄ちゃんだからそう思って生きた方がいいと思いますよありがとうございますはいというわけで すみませんはいめちゃくちゃいい話の後に話していいのかしらああ全然いいですよ全然いいですよ今から4年前くらいのちょっと話なんですけど、うん、当時から流行ってたバトルワー,ーゲーム、うん、女性のフレンドとめちゃくちゃ仲良くなりまして、うん、毎晩毎晩ーうね。楽しいよねーああそうっすねで話の流れでオフ会をすることになりましてきたね 会ううまででの間もう一番楽しい時期ですよね付き合う前のカップルかのような、うん、甘々な日々んもう貸し付けが確信してるっていうフェーズねあったらあこのまま多分付き合うんかなみたいなあ<ー>そんな日々いざおふかいの日になってで相手からあの LINE で「今日はこの服装で行くね」って言われて「うん、わこんなコートで来るのか」ってめっちゃ楽しみにしてたんですよ、うん、前からそれらしき人が歩いてくるんですね ほんとに申し訳ないんですけどどう見てもバナナマンの日村さんにしか見えなくて <laughs> うほんとあ本当に、うん、それを見た瞬間なんですけど真っ白になって体中から冷や汗止まんなくなりまして、うん、<laughs> さっきコートって言ったじゃないですかだから割と冬なんですよ、うんうん、暑くても <laughs> 腕まくっちゃっても <laughs>、うん、近くのカラオケに入りまして行ったんだ 1時間半くらいお互い歌った後自分が急に携帯を取り出して近くに友達来てるからちょっとそっち行くわってめっちゃ苦しい言い訳をして速攻帰りました、うんうん、なるほどな連絡は取ってませんはい罪悪感があることでここに来たんだなそうですこの SNS 時代結構よくある話だと思いますでも俺はねカラオケに行ったお前評価したいよ <laughs> もう5年ぐらい前になるかなもうマッチングアプリをしていてね俺もバックレライトしよくでバックレられトさ悲しくなるじゃないのだか,だからバックレとか俺なくそうと思ってねご飯だけは絶対に行くようにしてたんだよね俺のそこのテンションはどうなってたかわからないけどお前がそこでカラオケに行ったそのあとにね苦しいわけいをして出て行ったかもしれないけどカラオケに行ったお前を俺は評価する お前素晴らししい,いバックレたくなる気持ち悪いでしょ知らないふりしようかと思ったんですけどあ<ー>いやさすがにダメだと思ってあ苦しんでねやっぱりバックレられるとおめかししていってさこっちもドキドキしてる中でさ10分しても15分しても来なくてさっていう気持ちがあなたは想像できたから「バナナマンヒルマラを見ても「ウイス!」って言えたんだろうんその君の心を俺は評価します <laughs>、はい 許しましょうありがとうございますありがとうございますおちっちゃっ学生時代に引きこもってゲームをしていた時代があってですはい煽られてすごいイライラしてたタイミングに母親からご飯だよって言われてしまってちょっとこうイラってしてしまったのでうる、ん、せえクソババアと うんです、ね、うん、うん、母親も気づかないふりをしてくれたのでその後も全く謝れてなくてうんずっと反省してますなるほどね母親に言ってしまった暴言が心をね蝕んでるんだね <laughs> やっぱりね母親っていうのはねあ,あなたがね母親にねポチ殺すぞって言ったりね、うん、クズになって言ったりねー <laughs> 何言おうとね反抗期ってこんなもんだよな気分悪い時もあるよなー牛の娘ってちゃんと思ってるんですよそれがベースゼロ点うん でもあなたがそこで「あの時ごめんね」って言ったらもう気持ち爆上がり今俺に話してくれた時の感じでいいんじゃないゲームでイライラしててさうるせえよカすって言っちゃったっていう話をお母さんにしてあげてくださいそしたら私の娘はこんなにいい子に育ったなってめっちゃ思うよこの後謝りますはい謝ってみてください許しますよはいはい新婦さんどうもどうも。 はい、何があったのかっていう事件のところから話させていただこうと思うんですけど、はい、一時めちゃめちゃ出会い系をやってた時期があってですね、うん、もうすっごい美人な人とマッチングしたんですよ。うん、メッセージのやり取りをしている中で、うん、エッチなビデオ通話をしよう言われたんですよ。すすごいねねねはががるなががとでで、ねうん、相手の女性がもう全裸で う,う,うわおいおいおい嘘だろおいどうなのか。服,服着てたんですけど。うん。なんで,でだよ、なんっていう話からまず指示出しをしてくれたんですよ。おい！服を脱げて言われたら服を脱ぐし、ケツを見せろと言われれば穴まで見せるし、うん、じゃあ突然通話が切れてですね。うん。もうさっきまでの僕の悲惨な姿、これをお前のインスタのフォロワーにばらまいてやるぞと。<laughs> <laughs> まあ何やかんやありまして、お金を払えとかいろいろあったんですけど。うん。うん まあ、結局ばらまかれてしまったんですよ。僕のお店さんとよく行くお店の店長さんとかも、えー、かみんなに公開されちゃったんですけど。そのうちはなるほどね。はい。まあそういうことがあったんですけどもこれ僕からするともうできるおもろ話じゃないですかこんなの飲み換えに行って話から。おも,もろいね。セクストーション詐欺っていうらしくてこの事例自体は<ー>、まあ。お金を要求する代わりに。 消してくれみたいなのらしいんですけど、うん、結構悩んでる人が多いみたいなんですよね、うん、悩む方々がいらっしゃる中で、まあ、こういった化け物を世の中に生んでしまった両親に謝らないとなーというところでは今回は、ねうん、それを笑いに変えちゃおうっていうのはん、うん、素晴らしいそしてね非常に俺はその詐欺を働いてるやつをばしたよね。 可愛い女の子とマッチしてさそのことをちなみでお通話しようってあっちから提案されたらそれを断るっていうのを無限にできないものだよね<い>そこのチャレンジ精神をやっぱりトゲっていうのをさどんどんトがれてしまうわけよそういう詐欺だったりにそういうの世の中に俺は怒ってるよそのプラス思考をどん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 他にばらまいて幸せな人たちを周りにたくさん作っていってくださいはい、はい、お任せください、うん、わーい どうもどんばんはこんばんばはどうも VR チャットを始めて3年ぐらいになるんですけど、うん、そんな中で人から相談を受けることがあるんです、ね、うんそうなんだ結構重い話をされることがあって、はいはい、お砂糖管理の話なんです。うんうん、で執着心が高くてちょっとっていうのもあるし、うんうん、なんでみんなが認めてくれないのとか ってていうのも受けたりしてで、うん、それに対して私なりの考えを喋ってみるんですけど優しいね、うん、私の意見でしかなくて「あなたはそう言うけど、うん、私はこうなの?」って言われるたびに。うん それ以上踏み込めなくなくってしま,うまあ,あーなるほどね相談すんなよっていう話はあるけど、うん、いや相談してるそいつが悪いよって言ってしまうと、うん、あなたはでも答えてあげたいしね、うん、それは回答になってないわけだ。<う>前提として女の子からの相談みたいのは相談って言ってるだけで話を聞いてほしいみたいのがまあ9割8割だからあなたの優しさで相談に乗ってあげる必要はなくて固定、うん、してあげてなんか話を聞いてあげたら。 そこの場は丸く済むし、共感者が欲しくてあなたに聞いてるわけだから、聞いてるっていうか、共感者探しなんだよ。あなたがすごく優しいから、声色もよくてさ、頭も可愛くてさ、すごいお話しやすい性格をしてるから、あなたっていう人を見つけて、共感してほしいわけよ、その女の子は。で、あとのね、2割、1割の、本当にアドバイスを求めてる女の子っていんのよ。で、それに関してはね、もうね、察するしかないんだけど、俺は、女の子を、 の相談とかされた時に聞いてててあげる線は捨ててんの <laughs> <laughs> それやってくれる人は別に他にいるから俺の考え聞けっていうあなたが本当に感じてるってことって何こういう相談をしてる時点でさもうあなたの中でこういう結果は決まっててさ行くってことは決まってんじゃないのそのためのトリガーに俺はなってあげるからさ一緒に行こうぜぐらいまで意見を言っちゃうルートに行くそれでなんかあなんかちょっと違うんだけどっていう子もいるけど別にそいつは知らんなるほどあなたがどっちを選ぶか 40点から70点ぐらいの相手になるかそれか100点か0点の人になるかどっちを選ぶかですねでどっちがいいとも悪いとも言わない私は後者がいいですああそうかだったらもうそうするしかないなもう言ったことを貫き通すの値たいですよ0100の方はそれをしないと何者でもなくなる、はい、頑張ってくれありがとうございます な今回なんですけど実はちょっと岸くも1個前の方とちょっと似たようなお話で、はい、懺悔というより自分の中にある闇の部分との付き合い方とおーなるほど今後の身の振り方について教えていただきたくていいでしょう僕実は配信をやっててはいツイキャスという配信サイトで、はい、雑談とゲームと、まあ、ギターを弾いたりをちょっと、はい はい、メインに配信してて現在276日間毎日配信してるんですねすごいすごいよリスナーさんもフレンドリーな方が多くてすごく楽しく配信させていただいてるんですけど、うん、そんな楽しい配信でもちょっと悩みがあって、うん、この配信の規模感とか形式的にリスナーさんとの距離が非常に近い配信なんですねはい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 わかるよ表でも裏でもこう皆さんの相談に乗ることが多くてうん で僕自身も皆さんと仲良くしたいし、ああ熱心に相談に乗って、でリスナーさんも頑張り屋さんがすごく多くて、ああ推しさんだとか、うん、恋人さんとか、好きな人とかとうまくいくことが多いんですね。う,ん、うーん、素晴らしい。喜ばしいんですけど、当然、異宙の方と過ごす時間が増えたら、僕の配信には足を運ばなくなってくる方が多くて。まあ、卒業するんだね、あなたの配信を。 まあそうですねいい言い方をすると、うんうん、僕の中のこの弱い部分がこれって親身に相談に乗れば乗るほど配信的にはマイナスなんじゃないかなとか一層、うん、リスナーさんと相手がうまくいかずにほどほどに病んでくれたら心の隙間に入っていきやすいんじゃないかななんてなるほどなるほどなるほどで,でこう配信をしてると異性とか同性問わずに裏でこのオフ会とか あとちょっとこう申し上げるのもあれなんですけどちょっとセクシーな動画が来たりとか、うん、そういうのをなるべくちょっと表面ではかわしつつ、うん、女性問題とかが起きないように表面上はクリーンでやらせていただいてるんですけれども、うん、ツイキャスの先輩方って、うん、結構こう女性問題で炎上する方が多いんですよ、うん、いっそもう僕も抱きまくったりとかして、うん、心と体つなぎとめた方がいいのかなとか最近考えたりとかしちゃっててなるほどなるほど 炎上とか晒しとかも当然リスクは増えると思うんですけど、うん、現状、伸び悩んでるから、どんな形でも火種をもらって、うん、もう火事でも人が集まってきたらいいのかななんて,ううて,てかな、かなり嫌ね、276日目にして、かなりの境地まで達したね。先輩配信者で、かつもう好き放題できるんだろうなっていう、スタン・ミ神父、今後どう僕は身の振り方をして、こうリスナーさんたちと。 で自分の性欲と付き合っていけばいいのかなうわそれは難しいですねえっとあなたがどういう配信者になりたいかに全ては帰結する,るまずそこから整理して話そうかあなたは視聴者数をたくさん伸ばしたいのか、はい、今の仲いい視聴者の人たちと一緒に過ごしているのが楽しいのかまずそれはどっちですか、うん、いやみんんなといいるのは楽しいんですけど 多分身内感が出ちゃっててああ、ね、僕としては今応援してくれてる人は当然すごく大事に考えてるんですけどうん。今の現状じゃ満足できなくてうん。今の悩みっていうのは暗黒面が出ちゃうのって新規の流入がないからこその悩みなんだよねもうおっしゃる通りはいその新規の流入を増やすっていうところでやっぱプラットフォームが俺は良くないなってすごく思うから ツイッチとか YouTube とかの、うん、いや俺めっちゃ超めっちゃあのあれディレクション超ガチですると今配信始めるんだったらつこんなこと言ってんのはツイッチでもなく YouTube ライブでもなく今 TikTok ライブ一択なんで一強っすやっぱそうっすか今ねレベル違いの一強っす TikTok 考えてみます最後に一個だけいいですかいいですよ当然あのスタン・ンミシンプも こう伸び悩んだりとか、はい、最初の時期があったわけじゃないですかはいぶっちゃけ言ってましたぶっちゃけ言ってたリスナーをはいリスナーとは俺は現状は一見もないけど別に言ってもいいと思ってる別に全てが出会いだから <laughs> <laughs> 俺はそこは否定派ではないでも同じ同じお見合いも出会いだし世の中道で出会うのも出会いだし その人の配信に来てその人の配信見るのも出会いだし全てが出会いだから別に場所関係ないと思う別にもう抱いちゃっていいと思うよ抱けば <laughs> 行っちゃえ行ってこいお願いしますお願いします懺悔したいことがあって何ですか自分の思想の強さを抑えることができませんし まあ、ゲームのまあ、ランクマッチとかあると思うんですけど、うん、成績が低い人とか見るとお前なんでこんなゲームやってんだと思っちゃうんですね。<laughs> <laughs> なるほどこれはあの、配信用でオブラートに包んでるんですけどほんとはその3段階上ぐらい思直接伝えたりとか言ったりはしないんですけど、うん、絶対毎回そう思っちゃうんですね。なるね。 で1年ぐらい前から本気でゲームをやるみたいな層じゃなくてこうカジュアルに写真だけ撮るとかまあ VR チャットもそうですけど、うん、人でそういう層の人と、まあ、絡むようになってただそういう人と遊んでても心のどこかにこう優勢思想的なものがあるんですねうん、うん、常にうん、うん、まあよくないなと思って残念しに来ました、うん、はいなるほどそれはね人はぶち当たる問題ですね 例えば俺は「ロル」っていうゲームをやってたんですけど僕はあんまそんなめちゃめちゃうまいわけではなくて僕自身も口は荒かったし視聴者なんてもっと悪くて「死ねよ」だったり「ゲームやめろ」だったりでもできないからするんですよ。このキャラが使いたい。でもできないからやってみよう。それが楽しい。人間っっててその積み重ねであって そこを下に見てしまうと自分自身が挑戦できない人間になっちゃう、うん、絶対に通過するポイントだからあそこの人の受け入れないと自分が腐っちゃう気がする俺はロロルしててそう思っただから俺がランクが下な人は絶対見下さないしブロンズまあブロンズはちょっとゴミやけど僕ロールブロンズなんですけど まあと,としてと下のランクの人を絶対悪いと思ってるわけではなくて大体、うん、いいゲームってリーマッチ、うん、練習用みたいなのあるじゃないですかそっちで一定の自力をつけてから来てほしいって思っちゃうんですねああなるほどねランクマッチって味方に迷惑かけるじゃないですか自分はそういう思想なんでこっちでよく練習してもうすっごい練習した後にもうすごい勝率でいきたいっていうタイプなんですよ、うん、なるほどね俺は、うん なななりランクに行くタイプなのよんでかっていうとあのランクの刺激を求めてんのね、うん、ゲーム自体が楽しいっていう感覚よりランクシステムがおもろいのようまくなる前にランクシステムに来ちゃってる人たちって、うん、そういう思想の持ち主なんだよねだから愛入れないそういうものだと思ってうんそういうものだと思ってここはもう永遠の課題なんで逆に俺じゃない人たちとも話し合ってもおもろいかもちょっとそういう お話をたくさんいろんな人としてみてください。すごい深い話ができると思います。はい、楽しかったです話して。ありがとうございます。ありがとうございます。ほいー、こんおこんにちはどうもー。ええすげえ。<laughs> めっちゃ可愛いなー。なんないそんなことできるのか。えっとですね。はい、私はあの昔アイドル活動をしていたことがあるんですけれども。 引退しまして、うん、地元に帰ってきたんですよ。うん、当時の私って、あのネットリテラシーが解決的にまあ終わってたのもあってですね、うんうん、出来心で二チャンネルにスレを立ててしまったんですよ。はい。スレ題が元アイドルだけど特定してみろっていうスレット名で、<laughs> うん、言うてそんなに知名度もなかったので。うん 特定されることってまずないだろうと思って戦う中をくぐってたんですけども、うん、かなり早い段階で、うん、バチボコで特定されました <laughs> そういうのってさどこまで特定されんの？芸名をもくされましたバゴ、えー、うめっちゃ怖くなっちゃって、うん、あまりの怖さに、うん、もう逃げも隠れもしないってこう短剣切ったくせに、うん、そんなやつは知らんと。うん めちゃくちゃ嘘をついてうんこれもこれも特定されそうなんで燃やしときましょうハ <laughs> ーどうもいらっしゃいましたねお,お願いします僕の、えー、懺悔の内容は映像クリエイターというお仕事をさせていただいてるんですけど、うん、それをするきっかけになった FPS のゲームがあったんですけど、うん、当時ツイ i t t をやり始めたっていうこともあって モンタージュとかっていうような、まあ、編集された映像を作るために、まあ、オンラインでやっていたら相手のチームにまあ別のクランの方がいたんですね、うん、でその別のクランの方が、まあ、こうジャンプで相手にクリップを取らせまいとしようとしたのか僕の攻撃を避けたんですね、うん、で僕は当時何を思ったのか相手のクラン名が、まあ、ムーブというクラン名だったので「うん、動くなクソムーブ!」って言ってブチギレてしまって すごいもうあれ撮り鉄みたいなことしてるね <laughs> 動くなクソムーブっていうふうにしまったことによって、まあうん、ツイッターがプ炎上というか少し燃えてしまって、うんうん、最終的に、まあ、現在ストリーマーされているお二方ちょっと名前はどうしましょういいですよ。一、うん、一人人はカささん、うんもう一人がボドカさん、うん、そのお二方が反応する形になってまして。うん ハセンさんはムーブなんだから、えー、動くに決まってるだろうと推測、うん、してなんかボドカさんは僕にリプライで「俺も切れたりするから、まあ、あんまり気にすんな」っていうふうに声をかけてくれたんですけど、うん、そんなに人様に話すようなことでもないのであんまり話したことがなくてこういうふうん、なにこうそういうことありますよね SNS 時代。 扱い方を今回で学べたんじゃないでしょうか。逆に承認欲求でおかしくならなくてよかったですね。リツイート数とかで。ああ、まあそれは本当にそうかもしれないです、ね。ああ、なんか話はもって聞いてる感じ。その数字自体にあんまり興味がなく、自我を保っているように思えたんで、人格者だなと思いました。<laughs> 全然ネットリテラシー今はすごくあるように思えるんで、そのまま生きてください。ああ素晴らしい優しい方でしたね。 どうも長い時間大変お疲れさまでした神父様僕絶対天使くるみは2018年に <laughs> どうしましたかいえ神父2018年に VTuber デビューを、えー、いたしましたはい VTuber と名乗れば見てもらえるぐらいに本当に狭い世界でしたうん1月後半あたりに活動をスタートさせまして、うん、その 1ヶ月後僕はみんなの前から突然姿を消しましたなるほどね、うん、まずそもそもその活動というものをまあやっぱりその新しいところに挑戦するっていうので知り合いの方にそのちょっとお願いをしていた部分があったんですけれども、うん、なぜか2月14日のバレンタインの日突然アカウントを全て消され <laughs> 何でかは聞きましたもちろん。 お前のためだと言われました <laughs> リアルに生きろと <laughs> 当時の僕はかなり自尊心が低く表現をするということはすごく大好きだったんですけれどもそういうところがめっぽう弱く、うん、なんかそうなんだろうなと思い、うん、5年間ずっと我慢をしてきましたなるほどですがどうしても諦めきれずいつか復活した時みんなの 前に出れるように歌を練習しいろんなことができるようになり、うん、いつかいつかとやっていってとある、えー、と仲良く今でも仲良くさせていただいているコミュニティで現状の話をしたところ「それおかしくねやりゃいいじゃん」って言われ「うん、ほなするか!」と思い「うん、絶対天使くるみ」はまた再びバーチャルに降り立つことができました <laughs> おめでとうございます。 もっと自分を信じていれば、あんなにサードにはならなかったのにと、いう悔いと、うんうん、あの時もっと活動を続けていれば、今もっともっとたくさんの人に見てもらえてたかもしれないなというちょっとよこしまな気持ちもありつつ、ですが、うん、今のリスナーを大事にして、ストーカーには負けず、頑張っていきたいと思っております。こんな僕を許してくれますでしょうか。許しましょう。あなたのことは許しますよ。 自尊心が低いがゆえに、はい、言いたい言われたことをすべて受け入れてしまったんですね。今から VTuber 活動、はい、自信を持って楽しいという気持ちを忘れずに、羽ばたいていってください。ありがとうございます。はい。ということで、最後、くるみさんでございました。あなたを許しましょう。ありがとうございました。父とことを精霊と飲みまして、アーメン。 というわけで、今宵の残御の時間、これにて終了したいと思います。今日来てくださった皆様、どうもありがとうございました。心が晴れたなら、私、ま、はそれでいいのです。またこの場に来ることを心からお待ちしております。神父、スタミジャパンでございました。